はようございます、こんにちは、こんばんは、シュンペーターと申します。今回はね、この数あるフィジェットスピナー、まあ、ハンドスピナーの中でね、どれが一番よく回るのかを検証してみたいと思います。ではね、今回はね、これらのスピナーを用意してみました。全部で10個あります。これがね、スタンダードなタイプのスピナーです。じゃあ第1のコース、サイズとかね、種類別で分けます。これがね、光るタイプで、日本では電源を入れてはいけない、このね、 Bluetooth 対応の光るタイプで、同じ種類でいくと、この金属系のね、三つ股ドーンのやつね、これかっこいいです。十字架のね、盾みたいなやつと、この刻印が入ってます。これかっこよくないですか。ちょっと中二病感がね、すごいですね。で、このターミネーターに出てきそうなね、このスピナー、これが5つ目で、この手裏剣の、すごいこれ軽量なんですね。多分アルミでできてて、アルマイト加工されてるんじゃないかなと思います。で、これ6本ね、出てるんですけど、これ2本とか4本にできます。この変形タイプね。で、2つタイプと、これ多分これも、これはアルマイト、これもアルミだと思います。ちょっと不良品感があるね、光る、すごい振っても光らないんですけど、これ中に光る構造があって、なんかバネみたいのが横に触れないと光らないんですけど、全然触れないから全然光らないっていうね。回しただけじゃしかも光らないし、回ってる途中でも消えるし、これ欠陥なんじゃないかなと思うのと、これ電池中に入ってるんですけど、これ多分接着されてるんでね、電池交換がすごい面倒くさいと思います。穴開けないと取れないんじゃないかなっていうね。で、最後、この超重量級、周りのギアは全く意味がありません。ではね、これら10個をね、対決させたいと思います。じゃあ一応ストップウォッチをね、置いてね、まあ、1人なので順番にね、回していくんですけど、まあ、最初にね、回したやつはもちろん不利なので、誤差を埋めていく編集をすると思います。多分まあね、最後まで一番回ってたやつが勝ちっていうわけではないというところですね。で、わかんなくなっちゃうんで、とりあえず押します。先に押します。よーい、スタート。白いやつ論外なんで外しときます。はい、完全停止したので止めます。意外にね、このスタンダードのタイプがすごいよく回ってました。この2つがね、すごい優秀なんじゃないかなと思います。あとはね、まあこの辺とこの辺も、まあ、そこそこ回ってますね。うん、これもまあ回ってはいました。これ、この辺はね、これ論外ですね。軽すぎて、回してる途中でね、動いてこの三脚にアタック仕掛けてたんで、どかしたんですけども、これ見かけ倒しですね、もう本当に。これね、高いだけです。やっぱこの、これか、これスタンダードなタイプですね。まあ、こっちもまあスタンダードといえばスタンダードですね。この棒状のタイプっていうんですかね。ではね、最後に実験をします。これね、エアダスターを使ってね、どっちがどれだけ回るのかをテストしてみたいと思います。よーい、スタート。はい、ということでね、完全停止したので止めました。これはね、だいたい回すまでに20秒ぐらい下がったので、実際で言うと、まあ、6分40秒ぐらいとか、30秒から40秒前後ってとこですかね。やっぱり手で回すよりかはかなり回ってたんじゃないかなと思います。ただこちらスタンダードタイプは手で回した方が
良かったのかなっていう気がしますね。なんか、まあ、こんなもんなのかな。うん、スタンダードに対関して言えばあまり変わりませんでした。ただこっちのね、重たい方は手で回すよりもかなりよく回ったんじゃないかなと思いますね。2分ぐらい差があるんじゃないかなと思います。まあどれぐらい強くね回せるのかにもよると思うんですけど、かなりよく回ってたと思います。ではね、いかがでしたでしょうか。やっぱり、ね、こいつがよく回ります。で次に、まあ、スタンダードタイプね、これがよく回ると思いますね。安いしよく回るし、他のはやっぱりデザインとかいいんですけど、まあ回した時にねよく回るかっていうとそうでもない。値段と回転は比例しないというところですかね。またね、トリックの しやすさとかね、いろいろあると思うんですけども、個人的にはこの2つが2強だと思います。安いしよく回る、あとお手軽だしね。これね、これ一番最悪、高いし全然回らない、すぐ止まる。見た目は確かにかっこいいかもしれない。これね、ギミックもあるし、だから回ってる時これが動かないのがね、まあ、見えないから意味ないんだと思うんですけど、意味あんのかなというね気がしますね。見た目はすごいかっこいいです。ではね、このスピナーどうでしたでしょうか。どれがね一番いいとかはまあないんですけど、まあ、回転のしやすさとかね、技のしやすさとか持ち運びやすさとかね、いろいろ加味してね、まあ、好きなスピナーを買ったらいいんじゃないでしょうか。ではね、この動画いいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。